パンアテナや競技会のスタディオン層スタートラインのイシスタディオン層は古代イギリシアで行われた陸上競技の一つで短距離層を言う。古代オリンピックにおいては第1回大会から実施された種目であり、また第14回大会においてディアウロス層が導入されるまでは大会唯一の種目であったと言われる。独立した種目として行われた一方、五種競技にも含まれていた。 フィロストラトスによると、祭壇に供物を捧げる際に行われた競争が、期限で祭壇までの1スタディオンを最も早く走った者に、供物に転化する名誉が与えられたという。スタディオン層の名前はこの距離単位にちなみ、同時に競技場を意味したスタディオンに由来する。競技では当初は、ふんどしのようなものを着用していたが、後に全裸で行うようになった。出場できるのは、 男子選手のみだった。抽選でスタート位置を決めた後、ラッパや掛け声などを合図にスタートした。多くの場合、選手たちはスタートラインに敷かれた石のスターティングブロックの2つの溝に両足のつま先をかけ、腕を前に伸ばした形のスタンディングスタートで位置に着いた。フライングをした選手には、ムチ打ちのペナルティが与えられた。 選手たちは一スタディオンの直線コースを太ももを高く上げ、両腕を大きく振りながら走った。コリントのシントへの手紙で、セイパウロが書いているように、競技会で賞を手にすることができるのは優勝した選手のみであった。古代オリンピックでは、スタディオン層の優勝者にはその名前が、大会全体の呼び名として用いられるという格別の栄誉が与えられ、例えば、コロイボスが、 スタディオン層で優勝した古代オリンピックの第一回大会は、コロイボスオリンピックと呼ばれた。勝つために競争相手をつかむ、転倒させる、走路妨害をする、といった不正もあったという。青年男子に合わせて実施された少年の部や、女性が出場できた一部の競技会でも短距離走は行われたが、少年は、青年男子の2分の1、女性は6分の5の距離というように、 いずれも1スタジオにより短い距離だったとされている。フェレンス・メゾー、古代オリンピックの歴史、ベースボール・マガジン社、1973年、P89、クラウチング・スタートも存在はしていた。CF、佐藤昇、走る、戦う、桜井真理子、橋場・玄変、古代オリンピック岩波新書、2004年、P109、コリントの神徒への手紙、19章24節。 ジュディス・スワドリング、古代オリンピック、NHK 出版、1994年、P66、西川亮、後藤厚し、オリンピックのルーツを訪ねて古代ニリシアの競技大祭、共同出版、2004年、P71、メゾー、前景、ピアニッシモ、232、237。ありがとうございます。